くお待たせをいたしました。続いては鬼ヶ城王子掛け第2弾第1部熊野市一般協賛者有料観覧席協賛者提供の水中化高速開通記念未来へつながる希望の道に願いを込めてに展開いたします。今年度待ちに待った高速道路が熊野まで延伸され来月29日には熊野尾鷲道路が開通します。移動時間の短縮緊急輸送路の確保そして観光客誘致など未来へつながる希望の道高速道路開通に願いを込めて花火を打ち上げさせていただきます。黄色い楕円に葉っぱがついたみかん点滅するホタル細かい花びらがいくつも咲く彼岸花熊野灘の海上に出現する花火の舞鬼ヶ城に打ち寄せる荒波のごとき響きと変化する様相をお楽しみください。それでは熊野市一般協賛者有料観覧席協賛者提供によります鬼ヶ城王子掛け第2弾第1部水中化に展開いたします。
城王子掛け第2弾第1部水中華の花火師は熊野市和田煙火店でした。さあそれでは鬼ヶ城王子掛け第2弾第2部では岩頭の轟きと銘打って鬼ヶ城を舞台にまばゆい盛りのスターマインと天地に轟く自爆花火の数々が熊野大花火のフィナーレを飾ります。一般協賛者並びに有料観覧席協賛者提供によります。鬼ヶ城王子掛け第2弾第2部に展開いたします。Thank you.
いまの鬼ヶ城王子掛け第2弾第2部の花火師は熊野市和田煙火店でした。さあそれではこれをもちまして平成25年度熊野大花火大会を終了とさせていただきます。さまざまな思いを込めた花火の数々お楽しみいただけましたでしょうか。皆様ありがとうございました。さあそれではこれより打ち上げてくださった花火師の皆様方へお礼の気持ちを込めまして手を振ってお別れをさせていただきたいと思います。皆様お手持ちの携帯電話など光るものを手にお持ちいただけますか。お手持ちの携帯電話など光るものを手に持って頭の上にかざしてください。これより私の愛とともに皆様大きく大きく手を振って花火師の皆様方にお礼のご挨拶をしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ご準備の方はよろしいでしょうか。さあそれでは参りましょう。花火師の皆さん今日は本当に素敵な花火をありがとうございました。ありがとうございました。皆様手を振って大きく大きく皆様方お別れをさせていただきたいと思います。ありがとうございました。花火から皆様へ今度は感謝の気持ちを込めてお礼の花火。さあ豪華客船からも素敵で皆様方へお礼を燃えてるぞ。見て、あっちゃこっちゃで燃えてる。